カーチス C-76 飛行中のカーチス C-76 カーチス C-76 は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍で採用された輸送機である。愛称はキャラバン。戦略物資不足に対応するための全木製の輸送機だったが少数の生産で終わった。製作中の c 十六太平洋戦争開戦直後にアメリカ軍は 将来の軍事物資、特にアルミニウムの不足に対応するため、全木製の輸送機の開発をカーチス社に指示した。カーチス社では1942年に設計完了し、試作機の初飛行に1943年に成功した。C-76 は全木製の総発機で、断面が角型の胴体に、権欲式の主翼配置だった。膠着装置は三車輪式で、 機種部分が髪型に跳ね上がり、そこから兵員や物資の搭載を行うようになっていた。また、操縦席は胴体の高い位置にあり、物資搭載の妨げにならないように工夫されていた。アメリカ陸軍はテスト用の YC-76 を11機、生産型の C-76 を189機、発注したが、生産型の生産に取り掛かった頃には、 アルミニウム不足という事態も起こる。可能性が薄れたため、生産型が5機完成したところで、残りの機体はキャンセルとなった。製造された機体は、アメリカ国内の基地で、雑用に細々と使用された。生産数は、試作機11機、増加試作機9機、生産型5機の合わせて25機であった。ありがとうございます。